皆さんこんにちは。ランチタイムにカブト予報からよりすぐりの情報をお届けします。本日は8月29日焼肉の日です。本日は MC 肉の日ね。はい、本日は MC 北原咲です。解説は毎度相場の黒川のこと藤本でございます。焼肉は何が好きですかね。タンしか食べない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 よ。しか。わあ、僕は何でも食べますよ。ハラミとかで。タンしかってない。ホルモンも結構好きですね。好きそうですね、ホルモン。好きそうですね。どう言われて。まずです。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんで焼きタンしか食べない。タン大好きなんですよ。あの硬いコリコリした感じが。だけどさ。カルビとかも1枚。とかは食べますけど、僕はもう、もうそんなにいらない。はい、なるほど。こんな感じです。はい。焼肉か。そうです。はい。Twitter、はい、ペースコープで皆さんからのコメントをお待ちしていますので、アットマーク、かぶと予報まで送ってください。まず本日の市況概況からお伝えします。先週末のニューヨークダウは53ドル下落して18,395.40でした。本日午前の日経平均は366円上昇して 16,727円52銭となっています。52銭となっています。現在の為替は1ドル102円台前半に、1ユーロ114円台前半に推移しています。では本日の市況について藤本さん解説お願いします。はい、まあ、本日の先週末、金曜日がですね、ドスンと安くなった。やはりそれはですね、ジャクソンホールでのイエレンさんの会見、まあ、会見というか講演ですよね。まあ、ここで、もしかすると円高に走って、まあ、99円08銭ブレクジットのところにですね、ドル円の、円の最高値ですね、円の最高値を更新しちゃうんじゃないかという懸念からですね、下げたと思うんですけど、まあ、意外ですね、ジャクソン・ホーデンのイエレンさんに関しては、どちらかというと、タカ派的な、今後利上げしていこう、いきそうな感じがするというのと、まあ、フィッシャー副議長の方もですね、まあ、最大年2回の利上げなんて言い出したので、まあ、利上げ懸念、利上げが近づいたんじゃないかというところからですね、為替、一時102円台入ると。いう形で、まあ、これが、かなり日経平均に対してプラスに寄与したかなという感じですよね。で、昨日、先週末ドスンと下げた分だけ逆に、その倍戻したというようなイメージだと思いますね。はい。もう随分と100円、ね、前後が続いてて、うん、いきなりもう2円、ね、上がったので、うん、それでもうだいぶようやく抜けた感じがありますけど、そうですね、これで25日移動平均線を、まあ、日足ベースでドル円では抜けてきたというのもありますし、はい、また、後から見れば、6月24日の99円08銭、はい、8月16日の99円53銭が、ダブルボトムに見えなくもないという形でですね、うん、でここから、まあ、少し105円台に向けてのですね、円安方向あれば日経平均は上がっていくよという形だと思いますね、うん、そうですね、これからね、102円から、うん、まあ、105円とか、うん、まあ、それを見ていけば、まあ、日経平均も17,000〜18,000円ぐらい、うん、7000円台はありえるかなという感じだと思いますね。で、まあ、今日日本時間、もうちょっとですね、101円台なのかなと思ってました。というのがやはり輸出関連企業とかさまざまですね、日本人というのはどちらかというと逆張りなので、まあ、やっと円が戻ってきた、円が上がってきたということでですね、輸出関連企業が、まあ、ここで為替予約をしておこうなんていうことがあって頭を押さえるのかなと思ったけど、まあ、意外や意外、まあ、そんなにその動きはないという形で、まあ、特にその10時以降ですね、円安方向に振ってるっていうのも、まあ、日経平均を強くする、一つかなという感じでしょうね。逆にマザーズの方がちょっとあんまり上がってない感じが、うん、そうですね、マザー指数に関してはやはりですね、
マザー指数を引っ張るですね、創生グループ、はい、あとサイバーダイン、ミクシーで、どれもこれもですね、傷が入ってるっていう感じで、まあ、創生に関しては、やはり高値、大商いをした後ですね、だら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 下がって、やっぱり戻り待ちの売りがでかいよと、これを抜けてくるには、やはりかなりのですね、マーケットパワーというか、はい、まあ、買い意欲がないと、これ結構累積できたかもできちゃってるので、きついなという形だと思います。で、ミクシーに関しては、やはりポケモン GO 以来ですね、まあ、そんなに時間が取られてないかもしれないですけど、まあ、ちょっと可能性としてはあるかなと。ちょっと出来高がだいぶ減っちゃってます、それと、あと、ポケモン GO はともかく、ポケモン GO に続くですね、やっぱり一芸とかなんか新しいゲームが出てきたときに、食われるかなと。まあ、実際動物の森とかファイアーエンブレム、あ、これ一芸じゃないですけど、出てきた時にもしかして結構食われる可能性はあると考えると、まあそんなに明るくはないわなと。でサイバーダインは例のレポートが出てから売り屋さんがなんか攻めてきてるしっていう、はい、まあまあまあ元々に割高な株なんで、みんなが夢と希望を信じた株なので、夢と希望が信じられなくなったらですね、やっぱちょっときついなということで、この3つ上がらないので、どうしてもマザー指数が重く見えてですね、マザー全体ダメじゃんという感じに見えますけど、ただ足元、その個別銘柄、マザーズ銘柄の中でもですね、やはりゲーム関連の一角とか、かなりですね、根を飛ばしているものもありますし、僕はここからマザーズそろそろ面白いかなという気がしますけどね。サイバーダイン、金曜日ね、当社に関する調査レポートについての見解みたいなのを2個も出してて、だけど、まあ今日マイナス 2.29% という。まあ、こういう場合言っても言ってもなかなか信じてもらえないという感じですよね。まあ、その今回のレポート自体がそんなにすごいレポートとはとは思わないですけど、ただ実際に 夢に夢を感じてですね、上がってた部分で、実際の彼らが言うところで言えば、その治療用のロボットですよね、医療用の。確かにそうなんですけど、医療用のロボットだけで さて本当にこの価格っていうのが支持できるのかどうか、まあ僕は逆に言えばサイバーダインの場合ですね、医療用以外にですね、健常者、普通の人もですね、使えるような、ロボットで、それが、サイバーダインが作って拡大するんじゃないかぐらいまでの思惑が、皆さん持っちゃってたんじゃないですかね。それを完全に医療用だけの部分でこれですよと、その他の部分はうちはやってます、うちじゃないですよと言われると、まあ、ちょっと違うかなという感じには取られてしまうかなという気がしますね。本日、日経 CNBC さんは、ここでですね、銘柄言ったのが、ダブルスコープという会社ですね。銘柄コードが何番だったっけな。ダブルスコープ6619ですね。6619のダブルスコープという会社、この会社ですね、非常に、まあ先日行ったんですけど、まあ、ユニークな会社でして、はい、もともと韓国サムスン電子におられた社長さんが、作った会社なんですけど、でその時に知ってた、ある別の会社の牛車、これとですね、リチウムイオン電池のセパレーター、これをですね、作ろうかなということで起業しようと。で、韓国で起業しようとしたらしいんですけど、なかなかですね、やっぱり、韓国では難しかった。資金が調達できなかったというところがあって、日本に来て、日本の投資家に話したところ、まあ、出してくれると。で、日本でやるんだったら、日本で、その代わり日本で会社作ってねということと、あと日本から韓国に、外資がですね、出資すると、要は進出するとですね、メリットがあったんですね。何かというと、法人税をかなり安くしてくれるというのと、あともう一つ土地を貸してくれる。いや、工場を作るので工業用地が必要なんで、広い工業用地が必要なんですけど、それをなんと、定額でですね、50年間貸してくれると。かなり安い価格で貸してくれる。まあ、ただみたいな値段近いらしいんですけど、まあそういうですね、優遇措置があったので、まあ韓国で起業するより、日本で起業した方が得だと。ということで、日本で起業し、お金を獲得し、韓国で工場を作っているという形です。で、販売は中国、とか、アメリカの、リチウムイオン電池バッテリーメーカーという感じですね。で、イメージとしては、このリチウムイオン電池のセパレーターというのは、旭化成とか東レとか、いわゆる日本の化学大手、これの独壇場だったんですけど、ここで初めて、ベンチャー企業が突っ込んできた。
で実際に、売れて、まあ、少し低価格で売ってですね、製品の品質としては日本品質で、価格としては少し低価格という形で売るとやっぱり売れるわけですよね、うん、ただし日本のバッテリーメーカーとかはなかなかやっぱ東レとか旭化成との結びつきが強くて買ってくれないと。で結局販売先は、うん、まあ、中国とか、うん、まあ、その他のアメリカとかになっちゃったというところなんですけど、うん、まあ、ここで成長したんですけど、今年の5月まで、ガン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 株価上がってですね、本当に株価急騰したんですけど、まあ、そこから、実は工場を増設したくなったのね、うん、やはり一気にこのリチウムイオン電池というのはマーケットが拡大するので、うん、設備投資してですね、一気に追いついていかないとシェアが落ちちゃうんですよね、うん、でこういうのを落としちゃうともう取れなくなっちゃうという形なので、かなりアグレッシブな投資という形で、実際に公募増資で70億円、うん、で、銀行からローンで140億円、うん、210億円をですね、まずは、第一次として今投入して、うん、工場を作っていると、うん、で今工場6ラインあるんですけど、うん、7ライン増設しているので、うん、増設最大時ということは倍以上の、生産設備を持つということで言うと、うん、一気にそのまあここで、拡大を図っていると、うん、まあ、拡大を図るところなので、儲かるかって言ったら工場を作ってる間お金かかるだけで、できるまではコストかかってるだけですから、うん、利益が少し、圧縮されるということで、うん、成長力で見るとですね、今までの利益成長に比べてなんか鈍化したように見えるというところから、株価がですね本当に3分の1近く暴落しちゃったということなので、まあ逆に言えば PR17 倍こんなところ前叩かなくてもというところなんですけど、こういう銘柄って機関投資家好み、外国人投資家好みの銘柄って本当に一方通行になりやすいんですよ。上がるときにはわーっと上がっていって、下がるときにはわーっと下がっていくと、でどっかでそこをついてからまた戻っていくという形だと思うんですけど、まあ、足元1300円割れ、1297円8月26日だったと思うんですけど、うん、まあ、そのあたりがそこかなということで、うん、まあ、今回注目っていう感じですね。そうです、うん、今チャート見るとね、ちょうどそこっぽい感じは、なんとなくね、はい、チャートで見るとなんとなくいい感じかなという感じで、銘柄を実は、はい、先週あった中からですね選んだっていう形なんですけど、はい、まあ実際タイミングとしていいんじゃないかなという気がしますけどね。週間純利益が 69.3% 増で16,900万円、うん、まあ、そうなんですよ、中間期はいいんですけど、はい、けど通期の情報修正してないんですよそれ。あ、だからそれは設備投資してお金使うから、はいはい、そんなにそこは利益率が上がるわけじゃないので、うん、儲からないよということを言ってるわけなんですけど、うん、でそれで株価下がられても困っちゃうよねっていう、まあそうですね、まあ、あとは野村さんから若干言い訳のレポートが出たとかいろいろあるんですけど、それにしてもねという感じだと思いますけどね。そうですね、ちょっと中長期で持っていてもまあ大丈夫な感じはありますね、うん、そうですね、やはりリチウムイオン電池っていうのは電気自動車、うん、今のところ他の電池なんかできたとかできないとかいろいろ言ってますけど、やっぱり、うん、安全性とかさまざまなものが重要となってくるので、そんなに簡単に変わらないとすると、このセパレーター自体はまあ数年、この5年10年はなくならないものかなということで考えると、うん、まあという感じですね、うんうん、ダブルスコープ、ダブルスコープっていう感じですね、はい、と他にははい、大体そんなところで、はい、で次あれ今日なんかニュースでなんか上がった銘柄ないですか。今日上がったやつで言うと、うん、AWS ホールディングスっていうのが、まあ、うん、なんか上がってますね、はい、うん、まあ、ZMP フォーラム2016に協賛出展講演を行いますっていうのがあって、うん、なるほどね、まあ、3937です、うん、こちらの方ですね、だかすごいですね、まあ、ストップ高ですね、なってますけど、こちらの方はですね、まあ、いわゆるこの ZMP の銘柄っていうものの中に、うんうんうん、AWS ホールディングスってなかなかなかったんですよね、うん、なるほどね、名前が出てこなかったんですよね、うん、で、まあ、まあ、それが新しい材料だということで、まあ、多分上がってるんだと思いますけど、なるほど、ね、今まで ZMP といえばアートスパークとか、うん、FVシーでしたっけ、うん、とかですけど、うん、そうですね、まあ、そういう材料で細かいやつは結構ピュアッと上がりやすいっていう感じはしますよね。はい、そうですね、うん、こちらの方が、まあ、今日ストップだからですね、うん、値上がり率上位で見てみると、あとその次何だったっけな、安川情報システムですかね、うん、とか、あとあれですよね、エボラブルアジアとか、あ、はい、
ヘボラブラジアは先週末、ラジオ日経さんに、社長に出ていただいてという感じですね。ヘボラブラジアは空旅 .com っていうですね、いわゆるその航空券の予約サイト、うん、まあこれとですね、ベトナムでの IT オフショア開発という、うん、このよくわからない日本柱という全く話が違うじゃんというぐらいの全く違うビジネスなんですけど、まあ、どっちも伸びてるっていうですね、まあ、非常にユニークな会社という感じがしますけどね。すごく言ってて面白かったですよね。ヘボラブラジアってあれですよね、うん、ものすごくいっぱい IR とか出してそうですね、まあ、いろんな会社と提携してますので、はい、その度ごとにですね、うん、まあ、非常にやっぱり、投資家への、情報発信力っていうのは、うん、はい、あの他の会社に比べてある会社っていうことだと思いますけどね、はい、非常になんか株主のことを考えてる感じは、うん、そうですね、株価を意識してる、うん、株価はかなり意識されてますね意識されてる感じがありますね、うん、してますね、うん、いっぱいさっきからハートがいっぱい来てて、あと何ですか、うん、見てなかった見てなかった、かわいそうにあと、まあ、取り上げるとしたら、うん、アドワーズとグリーンが、まあ、業務提携に関するお知らせっていうので、うん、アドワーズが、うん、今日が、うん、25.20% ですかね、すごいですね、こちらも、まあ、VR で、うん、まあ、グリーンの本と、うん、提携するということ で、うん、で、まあ、今までアドワーズってそうですよね、うん、まあ、まあ VR のイメージが多分なかったら、まあそうですね、と思いますけど、まあそこからまあグリートということで、まあ10月13日にプレステ4 VR が出てくるから、そこまではまあなんといってもこの AR、VR 関連の銘柄来るかなという形で、はい、今日もだからあれですよね、シリコンスタジオとか CRI ミドルウェアの、うん、AR ミドルウェア関連の会社、うん、このあたりが吹っ飛んでるっていう感じですよね、うん、まあ、あとは、そうですね、うん、カルナバイオサイエンスですかね、うん、まあ、こちらはもう大腸がんの幹細胞を抑制する新規化合物を創出ということで、うん、まあ、こちらはもう寄らずのストップだから、うん、なるほど、まあバイオは ね、 そうですね、一発何か出るとバーンってしてで、バーンとそれがどっかで止まってドーンと落ちるって、なんとも、なんともド派手な感じがして、実際儲けるの難しいですけどね。そうですね。うん。儲けるのは結構、事前に買っとけばいいかっていうと、事前に買ってて分かってたらそれインサイダーだろうって話し、まあだから分からないんですけど、分からないところを適当に買っておくと、じゃあ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 下がって、投げたところであの材料が出たとかっていうのもあるから、なかなか厳しいんですよね。うん、でまあ、今日出た材料としては、うん、インフォマートが、うん、3メガバンクとの連携でフィンテック分野へ参入ということ で、うん、で、まあ、こちらの方もそれでストップ高してるんだ、あ、そうですね、こちらの方もストップ高になってます、うん、まあ、あのインフォマートというとあれですよね、モーニングサテライトで CM やってる会社ですよね、あの林家ペーパーちゃんが、あ、そう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 、ペーパーレスの時代だよねって、ああ見たことあります、はい、そうそうそう、あれのインフォーマートって言ってるからあれですよね確か、うん、まあ、こちらの方は、まあ、全自動で入金データ取得から入金、うん、最速まで実行みたいな、うん、ってことで、うん、まあ、まあまあ題名、多分ね、題名だけ見ると結構すごくて、うん、多分それだけでは多分ストップ高になってるぐらいの勢いだと思うんですけど、やっぱり、ね、連携ですからね、うん、なるほどね、今日だけどあれですよね、日経新聞の一面で、一面だったっけ、三井住友銀行とかが、はい、コンビニで、何だっけ、バーコードを読み込んで払えるようにするとか、はいはい、要は支払コンビニで支払うという紙がなくてもできるようにしますよっていうのが出たと思うんですけど、はい、あれで電算システムとか売られないもんなんですねあれ関係ないのかな、関係してるのかな、僕だから朝から電算システムがストップ安するのかなと思って見てたら、はい、あれ動いてないじゃんって、朝方動いてなかったんですけどね、3630ここそのいわゆる20円とかしてるんですよね、あれ3630、あの収納代行払い込み表決済、これがこれの大手なんで、あの紙がなくなって、三井住友とかの会社に持ってかれると、はあはあ、ここマイナスだと思うんですけどね、なんかそこはもしかしたら絡んでるのかもしれないですけどね、うん、そうなんですよ、ここ
あれで持ってかれるとちょっと痛いんじゃないかなという気はしますが、うん、株価は動いてないので違うかなという、うん、ちょっとよくわかんないですけどね。うん、電化しですよ。うん、なんか iPhone にね、うん、今度お財布携帯、うん、そう知ってる？知らないです。そう、エリカがつくとかって、ね。エリカがつくんだって。ピンができるんですか、うん。そうそうそ う, そう。あ、めっちゃ便利ですね、それは。そうそうそう。あれはだから日本がソニーですよね、はいはい。ソニーとかが中心となって作った企画で、どうも日本の携帯だけに入ってて、うん、世界的にはあれほぼ使われてないやつなんで、で、アップルは別の方式でやりたかったと思うんですけど。やっぱりどうも反応があれなので、うん、まあそうですね。だからあれって面白くて、日本、そしたら日本独自バージョンの、iPhone を作るのか、はい、あの、世界中の iPhone に無駄だけど入ってるのか、どっちなんでしょうね。あの、今までで言うと結構無駄に入れるっていう方法だってあるみたいですけどね。うん、もう全部同じものを作りたいっていうのがあるから、別によその国でフェルカ誰も使わないんだけど、うん、よその国の iPhone にも入ってる可能性がある。うん、うん、サクちゃんって今なんだっけ？ iPhone6S です。はい、なんかもうどれぐらい持ってる？この前変えたばっか、私いきなり壊れて、うん、電源がつかなく、充電ができなくなっちゃって、うん、もう使えなくなって、いきなり、うんうんうん、で交換しました、無理やり。無理やり誤解したら。なるほど。でもじゃあ奈良に帰るのはまだ先だ、うん、そうですね。でもなんかそのパスモのピが多分増えたら、うんうん、なんか歩きスマホめっちゃ増えそうじゃないですかって今思いました。あ、歩きスマホが増える、うん、だって携帯を出してピじゃないですか、うん、そのままもう思っちゃう、そのまま見ちゃう、人が多くてそうなりそうそうだ、なるほど。そうそう、はい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 、ランチタイムにお送りしている兜予報でしたが、いかがでしたでしょうか。ご感想、ご要望などありましたら、ツイッターペースコープまでお送りください。明日も12時から放送しています。また見てください。ありがとうございました。バイバイ、はい。